ここにアメリカの科学的な資料があります。投手の手からボールが離れてからバットに当たるまでに約 0.4 秒かかるとします。実際にバットを振るには約 0.2 秒かかります。残りの 0.2 秒で球種やコース、回転速度を判断しなければならないのです。ですから精神を統一して投手の手元に焦点を合わせ、ボールが離れる瞬間を捉えて素早い判断を下さなければなりません。ジャストミートするためにはこのように頭を動かさず、顎を左肩の上に置き、投手の方に正しく向き、両目で直角にボールを捉え、頭はそのままで体を回転させ、右肩に顎が巻きつくようになります。